ご期生のみんな、乃木坂46加入おめでとう。これからも頑張ってね。よっちゃいね。ピカピカの一年生。いやー、で、この後はミズキングカメラマンです。マネミズカッチャーということで、現在8月31日までチャンネル登録者8000人目指してるので、チャンネル登録お願いします。ということで、ミズキングはい、乃木坂46、5期生全員ビグリ行ってみたー。僕全員です。マジっすか。全員なんですけども、この中に一人やらかしてるやつがいますと。誰誰誰なん、自分やん。え、ちゃうんかい。俺じゃないんです。じゃないか。お前じゃん。やらかしてないよ。お前や。やらかしてないよ。と言いつつも、います。じゃあ、お前じゃない。と言いつつも、僕じゃないんです。じゃあ、誰。やるこしと、まあ、このことの経緯を話すとですね、はい、その日ね、夜会議しようっていうことになってたんですよね。そうですね。まあですので、今回行かない5期生のメンバー、菅原さつきちゃんと福田いろはちゃんなんですけども、はいはいはい、実は今月のね、半ば頃にまだミーグリ小松の方一発目5期生大量に撮ってるんで。危ない。そう、危ないよ。ちょっと待って、なかったもん。いろはちゃんに関しては今コロナウイルスで、あ、そう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 、どっちみち、そうそうそう、行かれへんかったから。うん、あ、まあ、あー、よかったから。じゃよかったよ。くはないよ。よくはないよ。もしこってないことが論外なの。うるしって今よ。ぜひチャンネル登録してお待ちしていただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、じゃあ早速第3部レポでお会いしましょう。さよなら。3部でーす。さあ、行くぞ。第3部でーす。かわいいな。かわいいの。ごびょうごには忘れちゃうの。うん、ドリー。幼少期。幼少期の。幼少期ドリー。ファインディングドリー。ちっちゃいやつ。まあまあまあ、今回、はい、この第3部が記念すべき乃木坂465期生にとっての初めてのミーグリです。そうなのよ、もう悔しい。えぐいよ。いや、もう何してんさ。あれ悔しい。いや、ほんでね、まあ、やっぱ5期生やっぱ初めてということで、はい、やっぱ僕もね、やっぱまあまあ、はい、ちょっとこれみたいな感じでな、まあ、どんなもんか試しにちょっと味見したろっかなと思って。ちょっとこれ、ちょっとこれ入会してる。入会な。まあ、ということで、はい、今回じゃあ僕行かせていただいたんですけども、はい、ボケー行くぞ。ボブズ今ボケー行くでしょ。もう爆発音やん。キレてます。怒ってます。怒ってんの。怒ってます。なんでな、身振りで。僕ね、今回6枚券あったんですよ。うん、で、4枚を井上凪ちゃんと富里奈緒ちゃん、うん、で、2枚を伊沖真央ちゃんと小川彩ちゃんレーンに投げたんですよ、ね、じゃあ全部当選して、はい、ああよかったよかった、めっちゃいいよ。うん、そうね。アプリに反映されてるチケット、小川彩と伊沖真央ちゃん1枚でしかないかい。まあそういう時もあるやろ。ないわ。どっかで落としてきたとか。でもないねん。ないアプリ元々当たってる。当たってる。当選出てる。全当選やん。だからアプリ違う。ちゃうって。なんでなんで。アホー。なんでなん。問い合わせしました。おう、おう、そうね、すぐに問い合わせしました。おう、フォーチュンさん取り越しです。え、帰っても来てないですか。返信すら来ません。来ません。来ません。返信すら来ません。来ません。来ませんの。はい、結局来ず。はい、干されてる。ブラックリストじゃん。当たってるの。まあええわ。ということで、じゃあ、まあ今回ね、はい、僕1枚ずつなんですけども、そうかそうか、伊沖真央ちゃんまず行きまして、まあ伊沖ちゃんといえば、うん、やっぱりあの伝説のね、太刀を釣りに行って、うん、山下美月ちゃんと最後太刀をこうやってるみたいな、うん、まあそういうやつがあったじゃないですか、うん、なんで今回僕あの時の太刀をということで今回ビーグリ参戦しました。あの時の太刀をです。
八王で行ったと。はい。名前は何で行ったのか。え、水キングですけど。水キングやないかい。水キングですけど。そこ八王で行きや。いや、まあまあ、でもいいんですよ。うん、で名前インプットさせらない。そういうことです、ね、そういうことです。ね、ほんで、僕ね、いおきちゃんってこう言ったよ。うん、じゃあ、いおきちゃんが、はじめましてって言ってくれたよ。まあ、それはまあ初めてやね。そうね。ほんで、俺こうやって指をこうやって。これやりました、うん、あの時のタチウオです、うん、言いました、うん、そう言いました、はい、すると、イオキちゃん、うん、やばいやばいやばい、じゃ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 あの、サイドセンっていう佐藤理科事件起きてないそれ。いや、マジ伝説なんやあのな、そっからな、ま、イオキちゃんさ、うん、って言ってくんだよ。それで俺、あーって言って終わりよ。いや、これに関してはゆうきちゃん全く悪ない。なんでよ。いや、お前よ、初めてやねん。じゃあもっとハードすぎるで。もっとさ、なんかあの時強く握ってごめんねとか待ってたで。無理無理、あの、準備してないからそういうイレギュラーに。嘘やん。じゃあじゃあじゃあ普通に、うん、今回平和なリーグリーだけやと思ってるからゆうきちゃんも、はいはい、そうなん、だってしたことないやもん。いきなりそれ、まずそういう人種がおること自体しないから未知との遭遇したんだよ。いやいやいや、そうなんよ、まだ入りたてないよ。ユーマかなんかと思われてこれほんまにかわいそう。マジで、あのイオキちゃんの顔忘れない。もうなんか、この世のなんか全てを見てしまった顔してたもん。もうあの急に小学校6年生のに中学生レベルの問題解かされたみたいな感じやから。ほんまにや、あれぞマジで絶妙の5秒前。それ水キングうまい。はい、ということで僕のこれがイオキちゃんレポでした。うちのイオキに何してくれるんだよ。すいません、まあ、1枚だったんで。うちのイオキあれまだもうちょい長かったらもっと楽しめてるし。ハードやって。まあということで次カメラマンくん行っちゃってくださいよ、はい、僕行きますよ。はい、もう病気そんな良かったんかな。良かったんかな。そこまでね、良くはない。良くない。良くないんか。普通なんだ、うん、普通なんですよ。はい、はい、僕はい、以上でめかけろ。誰いた？そんなメモあった？すみません、よくわかりません。じゃあ行く、はい、行きまして、うん、はい、うん、2枚入れます。おー、いいですね。こいつみたいに1枚ちゃうから俺ちゃんと2枚やから。ちゃんちゃんちゃん、俺はちゃんとどうせ出とるから。なんでアプリにはないの。あれじゃ、運営が1枚ちょっとこう、そうそう、1枚これ自分のにしよう。当たって、ゆずくんのチケットのとこ行くの1枚取ったやだ、運営が悪すぎるわ。じゃあないないしとんねん。しゃべってくれよ。ということで一ノ瀬みくちゃんに参加していただきました、はい、で俺がまず入った時にみっけんけんって入って、わあ、ほんま言ってる。キツキモみっけんけん。もうキツいって。もうだるい。大丈夫みくちゃん。で泣くで。みくちゃんがもうそこでもう爆笑してんねん。めっちゃ優しい。こいつアホやな。アホやな。ほんで俺ヤッホーって。うん、ちゃんが、うん、みくちゃんもヤッホーって返してくれまして、うん、でもまた俺がめっちゃ可愛いな。出た、出たもん。殿下の報道やん。めっちゃ可愛いな。めっちゃ出ましたよ。でみくちゃんがここでほんまに、おっと、おっつ、おっつでしょ。重ね合わせで、え、ほんまにって言って、俺がもうほんまに可愛いって言って、で関西弁すっごい好きなの。えぐ、俺らのこと好きってことやもん。そういうことや。あっつ、は、俺のことやろ。え、違う、俺のことが好きなの。お前らは入ってない。俺じゃ、俺なんや。おー、承認欲求の塊やん。えぐ、俺なんよ、そこ。きつ、きつ。ほんで、うん、そう、関西弁なんすよ。うわ、きっしょ。きっしょ、いきってんだよ。で、みぐちゃんが、あ、って言った瞬間に、なに？なに？なんなの？なに？お、ちょっと謎でしょ？え？匂うでしょ？匂う、匂う、匂うでしょ？プンプン匂うな。どれぐらい匂う？え、もう、シュールストレーミング。うん、燻製ありて、よ、世界一臭い食べ物。よいしょー。ということで、僕の一ノ瀬みくちゃんのリングレポでした。これ結構続編に決まってるけど、チャンネル登録してお待ちしていただけたらなというふうに思っておりますけど、はい、まあということで、はい、次な、はい、事件起きました。
まだあなたがそう、ミグニの剣1枚ないのに続き1枚しかないのにさらにさらに何ですか小川綾さん行きましたね綾ちゃんねめっちゃ可愛いじゃないですかうん、可愛いねついてね綾ちゃん言ったよ、うん、ほんで俺な、うん、乃木坂の歌で一番何が好きかを聞こうと思ったわけ、うん、あやちゃんに、うん、まあなんかさっきちょっといおきちゃんにイレギュラーやってもだからそうよもう一回普通の人間に戻ってう、うん、もう1オタクとして、うん、1乃木坂46として、うん、乃木坂46なんですよお前メンバーなってるよあれ乃木坂46のファンとしてじゃないあれあれあれお前もう入ってると思う乃木坂だったえ俺って乃木坂6期生じゃないんじゃお前入れるような顔面じゃないでうそんまあということで乃木坂46の曲って言おうとしたんやけど、うん、乃木坂のって俺言ってたんやけど、うん、その時にあらあら様子がおかしいんだどういうことあやちゃんのあやちゃんあれフリーズ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 ゲイじゃなヘブンズタイム入りました入ったのヘブンズタイム入りまして、うん、でよく考えてください僕1枚しかないんです1枚ですかはいやばいやほんでこんにちはって聞こえてきた、うん、おおおおお、うん、お来た来た声が来てはいほんで俺え聞こえるって言ったよ終わりそれでフリーズして聞こえるって言って終わりですか終わりですセグ挨拶しかしてません、うん、近所の人と間違えてるこんにちは終わりはい終わりですかわいそうしてそれはいやもうこれな正直言うていい電波と1枚は終わりなんだそうね電波障害プラス1枚はほんまに終わりうん何も言えやんからねうーんほんまにでも俺もやらかしたの聞いてくれろえ、まだ何何そんなに聞いてこれろ何よ俺さ、一ノ瀬ちゃんとやってたよねうん、そう終わった時間、45分申し込みはハイパーバカできてへんできてるできへんかったね誰いけてないテレサあらあらテレサいけずテレサいけずよくないねこれめっちゃテレちゃん行こうって言ったよまあということで、はい、カメラワークテレサは干したということで、まあ、その原因は確実に今回あった G1 の大阪杯なんですけどそうですねまあエフフォーリアとジャックドール飛んだということで次第4番飛ばさずにね、はい、やっていこうということでございますよ、まあ、ましたありがとうございますということで第4部でお会いしましょうさようならこれは強敵だな第4部はラッシュすいません一つ、はい、嬉しい報告が嬉しい報告ですございますおー何ですか池田テレサちゃんおーめっちゃ面白いポーチュー神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 言ってるけど自分も1枚で終わったお前やじゃあもうですよあかんもんやっということで今これですやっとどうさすがやばいいらんいらんいらん押されるからさすがやばいということでね、ギリやってるでしょじゃあよかったよかったまあ後々言うと思うんで期待しといてくださいはいじゃあ僕一発目いきましょうかお願いしますこれいいとこがよくないまあじゃあ僕からいきますね僕一発目井上凪ちゃん行かせていただいたんですけど今回4枚だしほら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  EV じゃないですか4ブロックじゃないですか行きました事件起きましたま事件ばっかり今までろくなことないでイオキちゃんビビらせてあやちゃんミスってあやちゃんフリーズってまた次その事件のさ、いや、次出てくるのは星何くらい星8ないよ何出てくるの僕は警察で横おるずっとついてんのずっとついてる、僕はずっと追いかけてくるほんでね、なぎちゃん行ったんですよでやっぱなぎちゃんね、4枚やって何話そうかなと思ったんですけどもやっぱり僕ね、結構メンバーに聞くんですけどもやっぱポケモンに例えたら何行くそれ行くそれやっぱ行こうかなマジなぎちゃんね、結構アニメとか好きじゃないですかだから結構、ちょっとポケモンとかも知ってんじゃないかな確かに確かに思いましたあ、なんか予想つきましたよ
僕ね、はい、なぎちゃんって言ったんですよ。じゃあね、はじめまして、こんにちは。うわ、礼儀正しい。めちゃくちゃ礼儀正しいじゃないですか、はい、ほんでまあ本題に早速入ろうと、うん、俺もさ、ポケモンに例えたら何に見えるって言ったんですよ、なぎちゃんに、はい、いつもの、うん、ほんで、じゃあポケモンってなぎちゃんに言って、私あんまりポケモン知らないんですよ。はい、思ってた通り。はい、思ってた通り。はい、オッケーオッケー。俺も知らんねや。お前らさ、これ4枚あんねん、うん、そうだね、まだなんだもん。まだね、いけるな。だから僕はな、あ、知らんの、うん、あ、もうなんでもいいやん、何にしようって言って、うん、ほんだよ、俺好きなアニメある、うん、次はアニメの方で例えてもらおうと思って、好きなアニメあるって言って、よそつきました。あ、でもいいな、のぎちゃんの、うん、テラフォーマーズが好きです。いや、そんなお前書いてなかったやないか、あそこに。書いてなかった。ジョ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 、お前ゴキブリや。ほんでな、あのな、俺な、その後な、最高やん、マジでみたいな、うん、俺服装的にゴキブリみたいになってないって聞いたよ。ああ、うん、言ったよ、うん、ブリーズしました。え、またマジディスクチャンス入りました。またの、しかもそのフレーズがめちゃくちゃ可愛くて、うん、下唇なんでってなって、俺あれこれ喋っていいんかなとか思って、じゃあの、その、まもなくお時間ですってなった瞬間に、うん、いきなりごめんなさーい、うん、ボケーイ。もう爆発しとんねん。もうやん、何しとんの俺の家の電波、マジで何言って、いつもなんか電話してる時に、でてでだまだ、どっちなんですかね。事件起きました。まだある、まだある。問い合わせしました、うん、全然喋れないんだけど、うん、なんか初めのちょろっとしか喋れてないから、一、うん、回もダメ元でね、問い合わせしたんですよ、うん、練習に帰ってきました。お、カスタマーセンターから、はい、2枚復活しました。2枚、なんか知らんけど2枚やった、分からへん、今やちゃん、え、違う、なぎちゃん、なぎなぎ、何2枚なの、何2枚、何か知らんけど4じゃない、4でじゃなくて、いや2枚よ、2枚もお前話したから2枚しか、あ、分からへん、ワンチャン、いや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 、だからお前らのミスやん。めちゃちゃうって、え、俺は違う、今回電波悪かったね、うん、やから俺詳細にちゃんと言ったんや、初めはちょろっとましゃべったけどみたいな、うん、じゃあ2枚、2枚の、じゃあ全く喋りませんでしたって言ったら4になってますよ。まあ、ということで後半、井上凪ちゃんまだ2枚あるということで楽しみにしていただきたいなというふうに思います。ほな、カメラマンくんいっちゃおっか。じゃあ僕いっていいですか。どうぞ。僕も一緒で凪いきまして、凪続きで、マジでかわいい凪。僕も4枚あります。え、マジ？はい、いい、熱っ。ほんま熱っ。熱いね。僕も4枚ありまして、ね、ヤッホーで入りました。はい、ヤッホーで入って、なぎちゃんもヤッホーって、もうかわいい。うわかわいい、かわいい、もうかわいい。で、俺が初めまして、はい、なぎちゃんも初めまして、で、うん、なぎちゃんが、じゃあなぎちゃん、あ、じゃあなぎちゃん言うてんのかよ。なぎちゃんの、俺がですね、はい、なぎちゃん、お、俺ニックネーム考えてきたで。え、なぎちゃん何し、え、なぎの、うん、うなぎなぎとか、うん、いろいろ言われてますけど、はい、で、お、考えてきた、で、なぎが、え、ニックネーム、うん、何ですかって言われて、お、ニックネームは、うん、なおみなぎうえ、帰れよ。なんでニックネームはってよ、なぎなぎと言いました、僕。なにやそれ、なぎなぎ、なぎなぎ、やっぱさ、言われてるやん、みずみずとかさ、うんうん、言われてるやん、かめかめとか、ある一部の人からはね、ミクミクとかね、ミクミクとかね、だから僕は、ずしずしとかね、そう、ずし、俺らだけやん、だから、だけやけど、俺はなぎなぎどうって言って、俺、うん、どうって言って、え、なぎなぎってなぎちゃんが言って、うん、で、実はメンバーからも言われてます。ええー、
マジ？なぎなぎ？そこ当てた。嘘や。馬当ててくれや。そう、なぎなぎのニックネームピンポイントで当てたの。馬当ててくれ。ほんで、俺がマジでけど良くないって言って、うん、で、なぎちゃんがめっちゃいいです、可愛いって言って、じゃあ、俺これからなぎなぎって言うわ。おぉ、うん、なぎが、うん、わかったで、俺がバイバイなぎなぎって言うて、うん、バイバーイって。もうでも、もう交換色なんじゃないでしょうか。いや、悪くない、悪くない。びっくりしました。当てんのすごい。まさかメンバーからなぎなぎと言われて、もうすでにね、すでにね。え、いいじゃないですか。メンバー、え、ワンちゃん、え、すみません、隠しました。そのサングラスすんのメンバーしかおれへん。いや、そういうサングラスやったんや。隠してました。うん、違うわ。これ違うわ。うん、一瞬で分かった。違うわこれ。写真を送った時点で、あ、落ちてるわ。書類選考で、うん、無理やね。愚かすやね。ということで、凪ですよね。ありがとうございます。僕一番楽しみにしてた神里直樹、神里。そしてなんと今日の髪型、ついてーついてーついてー、バドファカー。マジついてー、セクイーのガチの。ちゃうちゃう、待って待って、セクイーガチのついてる。まあ、いや、神里ちゃんついてる、ガチ可愛くて。ほんで、まあ僕言ったんですよ、はい、富里ちゃんね、富里ちゃんって言ったよ、はい。じゃあ、こんにちはって言ってきてくれて、ほんで、これさ、なんかあのさ、みたいな、どうもりの言葉で喋ろうよ。おっと、やってましたもんね。まあ僕って結構あのどうもりの言葉のあのモノマネが似てるで有名なんですよ、結構。まあ結構やっぱそこら辺で、富里ちゃんにやっぱマウンド取ってきた。俺の方が上手いぞみたいな。なんかちょっとやっぱ負けてられへん。珍しいって。そこやっぱ俺負けられへん。アイドルの特技上回るの珍しいって。知ってるじゃん。負けず嫌いにも程がある。いや、勝ち得で、んで、大盛りの言葉ですかって言われて、はいはい、あのやっぱ声、癒しで耳めっちゃ良くなりました。良くなった。今日めっちゃ良くなりました、耳が。やば。ほんでな、富里ちゃん笑顔な、もうくしゃって笑うの。そうよ、ごっつ可愛いね。それがごっつ可愛い。それがええ。ほんでね、俺見といてなって言って、うん、行きますね。言ったんよ。うん、それなんて言った？え、今富里奈央ちゃんめちゃくちゃ可愛いなって言いました。ほんで、まあ、ごっつイントネーション一緒なんや。そうそうそう。だから俺そこ瞬間合わせて、ううやっぱ言ったんですよ。ほんじゃな、なんかな、めっちゃ笑ってきて、うん、あの笑顔、うん、俺もうこれだけで、うん、ほんまに一週間頑張れるわって内心思いました。内心ない。言ってません。言ってない。ほんでなんかな、ジョロ、うん、私の方が上手ですよ。うわうわうわ、お前マジマジやん、マジマジやんと思って。いやいや、そこ来るみたいな。公式ライバル来る、これ公式ライバルやと思って。ほんでじゃあな、もうやってやってって言ったよ、これ。じゃあ富里奈央ちゃん、メラ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 。それなんか言うとるね。うん、メラメラ。これ使わないね。これめっちゃ笑って、うん、なんじゃいこれって言ったんよ。うん、ほんで、いいなそれ、どんどんやってほしい、うん、まあ、これからもやってほしいわ、うんうん、ほんで、ほんでじゃあ、うんって言われて、うん、あ、どんどんやってほしいそれって言って、うん、ほんで、わかりましたってめっちゃ笑顔で言ってくるわけよ。ほんで、あーめっちゃ可愛い、エコいって言ったよ。こう、うん、エコいって言ったよ。え、じゃあな、また来てください。ほんまじゃない。はい、行きます。はい、ちょうどいい。行きます。行くよ、そら。え、ごめん。いやー、強っ。ん、やばい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 。さや、じゃあさや、さや、これは違う、これは浮気じゃない、別人格だ。さや、これが違う。あ、もう一個の人格やった、あれ。え、今さっきの友達、今のトタキ系です。トタキ系、トタキ系です。ギター、ギター、イブ。別に僕見売りしてません。あら、トタキ系です。トタキ系なの。ゲームの世界からやってきました。確かに喋り方も、はい、ふちゃ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 。トタケゲア、トタケゲア。はい、水キング戻りました。え、ああ、顔、さっきのトタケゲアやったんや。ワンピースのあれやん。え、あのランチはくしゃみで人格変わりますけど、うん、僕ここ押したら人格変わります。おらんかったワンピース、ここ押したら顔変わるやつ。ボンクレイや。ミスターツーボンクレイや。そうだ、うん、ボンちゃんが。ボンちゃん、オカマケンポ。オカマケンポ。ここだって顔変わんねん。え、ちょ、もうほんまに。でもとりあえず富里行くわ。
多分な、富里ちゃんも俺のこと多分好きやと思うね、うん、やっぱやっと、大森のことまで話せる。え、まだ女の顔してた？え、庶民で、うん、バカ女の顔してた。バルサーツケも全然信憑性ないから。庶民で、富里ちゃん、あーこいつは俺のこと好きやなって。痛い痛い。ちょ、無知いたたたた。まあ、ということで今回僕の富里ちゃんのレポ終わります。はい、いいね。じゃあカメラマークお願いします。はい、ということで、はい、私池田富里ちゃん、やろう。テレサ、テレサ、テレサ、行っちゃうよ。テレサ行っちゃうよ、うん、テレサ行ったんだよ。この喋り方誰かに自由あるんか。うん、知らない。ないからやってるないからやるんや。ということで、まずヤッホーから入りますよね。はい、ヤッホーから入って、テレサちゃんもね、ヤッホーって聞かせてくれて、はい、テレサちゃん、こんにちは、カメラマンくん、ミズキングさーんって。おー、頑張れ、来るで。カメラマン、ミズキングで、カメラマン、ミズキング、いや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 、はい、で、それを来るで言ってくれて、あ、いいですね。それが、はじめまして、出て、はい、ヤッホー、テレサでーすって、テレサちゃん、うわー、知ってまーす。自己紹介から、えぐ言ってくれて、ほんで俺テレサちゃんにさ、一つ質問したかった。お、まださ、あんまテレサちゃんであんま確かにね、やっぱ露出が少ないんで、どういう効果あんまりわからなくて、はい、確かに確かに。で、テレサちゃんにね、うん、テレサちゃん、一つ質問あるんやけど、うん、で、テレサちゃんが、はい、乃木坂でどういう存在になりたい。え、重くいなぁ。でかいなぁ、しかもそのなんか、もっとちゃんと、うん、メンバーみんなで集まった時とかに、私こういうのなりたいですっていう、その一オタクに喋ること。これいやいやいや、ヘビーヘビーヘビーやな。ヘビーよ。マジで。で、テレサちゃんがね、うん、もうお時間です、来てんねん。早っ、ね、2枚ですか。やばいやばいやばい。で、うーん、わって言った瞬間にいやいやいや、その短時間でそれぶっ込むのなかなかむずいですって。40枚出しなんよ、それは。話せ話せ。がっつり話すぎですよ。終わっちゃったっていうことでね。はい。ということで、僕、まだあるのか。あります。まだ何かも終わりました。まだあります。はい、ということで、僕、富里ちゃん行きましょう。食べ続けに。ミズキングホースは映ってる。ホース出てるやん。ええ、マジ、ノー。そんななの？あの、一言言わせてもらっていいですか？はい。マオちゃん、すげえ。あれ？え？あら？まだ？マジすげえ。でも、何？誰でも好きとか言うし。間違いない。マジで。そんなんいらん。いらん？いらん。マジ、好きです。真剣やん、これ。はい、ということで、トミソとナオちゃん、ナオちゃん。はい。で、もうトミソとナオちゃん、ツインテールなんですよ。そう、見てた方が。ガチで、ほんまに。一回見たかった。ほんま、あのツインテール、こうやって握って、ハイキングウォーキングからの、マンキーからの、最高。おい、見かして。あ、ごめん、ちょ、これでさ、やってるかもしれない。ほんで、うん、今までの俺やったらさ、うん、そこで、うん、そうやね。言います。確かに。どうせ言ったんじゃん、それ。言いますよね。言いませんでした。あ、言わへんかったや。ちゃんと引っ込めました。あ、よかったよかった。これは、うん、歌か。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 すごいすごい。すごいな。成長だ、これは。ほんで、俺が、ヤッホーって言いました。うん。富里ちゃんが、こんにちはーって。はいはい。かわいい。で、奈緒ちゃん、はじめまして。はい。うん、いいですね。富里ちゃんが、はじめましてーって言って。で、俺さ、富里奈緒ちゃん。歌声聞きたいな。うわー、歌声です。初日や、今日初日で、うん、やっぱそれぐらいの度胸なかった上にはいかねえ。お前誰スパルタやん。スパルタやん、マジで。今日もこの単独やし。誰やねん。なおちゃんにね、なおちゃん、乃木坂の曲で何好きかな。はい、おはい、言いまして、はい、で、なおちゃんが、帰り道とかいいセンスいい。いいです。すごい。帰り道のサビ歌ってくれへん。うわ大丈夫かな、おちゃん。大丈夫かな。あの、少数ですからね、こういう人。いうん、ごく一部ですから。みんないい人ですから。あの、勘違いしないでください。そうそう、みんながこんなんじゃないから、ね、皆さん、いい人なんでね。頑張ろうな、これからな。頑張ろうな。なんか俺だけマルモンみたいな。一番誰ですか。頑張ろうな、なおな。大丈夫、俺らがついてるから。そうそう、もう親ですから。おー、そんなん言いづらいな。ほんで何やった。で、富里ちゃんがね、えーって言って、で、俺が、
無理って言って、キモキモ、キモよ、パパや、キモよ、パパや、一番危ないね、った後にごめん、大丈夫、痛かった、これは怖い、DV の素質がありますね、無理って言って、富田さんが可愛く、無理、いやでも、とんでもない、無茶無理があっての声引き出したのは天才、もう満足ですもんね、それは無理で正解なんですよ、それ言わすのに言ったんすもんね、そうだね、顔やるか、ほらほら、確かにな、ごめんなさい、すいません、それをごめんなさい、マジでヤバいやつ、その2文字を聞きたくて、いやヤバい、計算してましたな、天才じゃんこいつら、マジで天才じゃんなんですよ、ほんで俺が「無理!」って言って言いまして、うん、でトリサちゃんがね、マジあるんかい、そう今度やります、ちゃんと練習しとかないと、あー、で、俺が今度また行くからさ、歌ってよまだ歌わせんかいまだアホールやっけ、お前も一回で分かれよ、ネバイネバイネバイって納豆レポやん、マジだるいって次はほんまに聞きたいなって、うん、でもそれで、うん、カメラマン君のために練習してきました、あっつやっぱりウルハマよ、ええなぜっくちょっと一曲歌ってもいいですか、君がわほんで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 、うん、で僕がまだこの時からさ歌って言いまして、うん、でここで富里ちゃんがわかりました、あこれ何こうこうこうこれこうかわいい、うん、これ何これ、ウーパールーパーこうやこうやこうしてくれました。かわいい。めっちゃかわいいやん。うん、めっちゃかわいい。もうさ、もう好きになりまして。どうなってんの？落ちた。好きってやって。うん。これもそうなんだ。メーターが。メーター、俺こっち嫌いやね。うん。うん、好きってやって。振りになりまして。で、俺が満面の笑みで、頑張ってって。誰やねん、俺のなお、もう彼氏面、やば、お前手出しちゃう、行くで、ここで溜まってるけどな、次こう行くな、ガチでちょ、俺ほんまになお好きっすよ、あれあれライバル今どっち、あ、じゃあ待って待って待って、どっち今、今言ったのトタケケ、トタケケ、どっちどっち、ちょっとあ、トタケケ、あぶねー、危ない危ない、いや、大丈夫、まだまだ大丈夫、うん、水着です、おーよしやばいな、危ねえ、はい、で、これ頑張ってって言って、で、富里が笑顔でうんって、あの、わかる、くしゃくしゃった顔、わかるよ、あの顔でうんって言って、完璧でしょ、これ想像できるもんこれ完璧でしょ、マジで、でもほんまに富里ちゃんは、でも俺も話した感じ、あ、この子向いてるわと思った、なんか正直、うん、あの愛嬌ってほんまにたまらん、それ今どっちどっち、うん、あ、トタケケ、セーフ、ヤン、セーフやぞ、まだ、ヤン、ま、水キングはまだヤンのもの、はい、セーフ、セーフ、ヤンのものでもないティーティーキーティーなんか、ええことちょっとやめてよ、あーまだやで、まだまだあるんですか、ラスト、イノクエナイトニャーン、イノクエナイトニャーン、誰だよ、新メンバー、イノクエナイトニャーン、2枚いきまして、ごっつい正味、これごっつかった、でもさっきごっつい、あ、ごめんなさいごめんなさい、そうしても面がほぼ潰れてる、ごめんなさい、ごめんなさい、次行こう、次行こう、あのね、なぎちゃん引かせていただいて、まあ2枚なんですけども、はい、今回次何言おうかなと思って、まあさっきポケモン無理やったから、うん、まあ新しいこと考えないとなと思って、なぎ、ね、ちゃんって弓道、そうですね、弓道エグじゃないですか、弓道といえば弓矢、弓矢といえば天使、天使といえば恋するキューピッド、おい、ということで僕のハートを打ち抜いてもらおうかなと思いまして、今回僕たち釣ってくださいが禁止なんですよ、でもやっぱ5期生に大好きって言われたい、言われた、俺心に好きって言われたいね、正味な、うん、だから俺「なぎちゃーん」って言って、うん、おかえり、おっと、出てるやん、俺のこと好きやん、うわ、ちゃうって、俺エグいってどんだけ好きでしょ、勘違い、勘違い、だってもう俺のこと覚えてるってことやん、もう今日夢出てくれやん、それも今のうちな、え、
それ今どっちなのこれやったら聞かんといてくれ聞かんといてくれ、これは水キングや水キングでした前から、弓道の弓矢並みの鋭い言葉で心ぶち抜いてくれって言ったよ俺無名のさ手に入らんのいやちょっとなんかつってっぽいやんだから、まあ、釣ってくださいじゃないやん、でも、うん、だから、まあいいかなと思ってでもそれは釣ってもらおうとしてるやんでも、これオフホワイトだから、どう言ってくるか分からへんほんで、じゃあな、うん、あの聞こえてなかったらしいねもう一回、もう一回って言われてやばいやばいそう俺、結構ゆっくり喋ったなんでしたっけだから弓矢並みの弓矢並みの鋭い言葉で、うん、心ぶち抜いてくれん結構長いな長いから俺ゆっくり言ったのに、ね、聞こえてなかったよほんでもう一回もう一回出て俺弓道のって言ったよ喋り方じゃないやばいやばいちょっとほんじゃなんか時間ないと思って、うん、あもうつってつってこれちょっとバツいるわこれはダメだこれバツいるわペナルティーですか次のミーグリ何なしとかすか次のミーグリやんなしごめんでも今回ほんまにごめんいやこれごめんこれちょっとないねじゃあだってそういうのさどう言えばいいかわからんかったね、うん、お前がもうあっつってつって言ってもだよ大好きそりゃそうなるよ、うん、言ってんねん楽しいんだから何から大好きいただきましたいただきましたうれしいうれしいうれしい何言わしてんねん、うん、いただきましたそれは大好きって書いてくれそんな当たり前バイトじゃ無理やんちゃうほんまに罰ゲームうんだって何喋ればいいかわからなかったもんとりあえずじゃあもう落とし前としてそのサングラスレルフに置きましょうかないなまあまあ1回ぐらいはまあ1回ぐらい次やったらほんまにしょっちゅう次やったら本当にあのもうマジであのその時はこの首を差し出すのでおお、はい、それはいらん山に埋めてください首をじゃあお前首だけ出しとくわ顔だけ出しとくわ体埋める顔だけ出しとくわそれでええかチャンス面白い一気埋め昔埋められたチャンス面白い一気埋めご期生はこんな感じになっております楽しかったいやいいねご期待すべき第1回切られてましたねはいということでねこの末ですね今月末には必ずあの乃木坂46のご期生プラス現メンバー1期から4期そうよ大量にあるのでそうよぜひチャンネル登録してお待ちしていただけたらなというふうに思っております、はい、ということで今度の動画を教えてもらってチャンネル登録と高評価とコメントお願いしますということで次回の動画でお会いしましょうさよならやあーだー